どうも、チュリマスです。今回の動画は、今映っている山鳥、名前をビブロンゲッコと呼び、南アフリカ大陸の南部に生息している樹状性のヤモリの飼育環境を作っていきたいと思います。見た目はね、全体がトゲトゲしていてとてもいかついヤモリなんですけど、実はこの子、僕が最初にお迎えした樹状性のヤモリで、もう飼育を始めてね、4、5年ぐらい経ちます。で、最初はペアで迎えていたんですけど、迎えてすぐに1匹が亡くなってしまい、その時はね、本当に不安で仕方なかったんですけど、4、5年経った今でも残った1匹は元気に育ってくれました。で、今までは今映っているこの飼育環境で飼育を続けてきたんですけど、他のねヤモリたちに比べると、この子の飼育環境だけなんか殺風景でかわいそうだなって思えてきたんで、新たに飼育環境を作っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ちなみに今の飼育環境がこちらのプラケースの大きいサイズに床材を敷いて、あとはこのように、流木を置いております。はい、でこの子はビブロンゲッコです。はい、この子もねすごい素早しっこいんですけど、であとは水皿を入れて水を飲めるように1日に数回ほど霧吹きをしてレッドローチを放り込んでるって感じの飼育環境です。であとはこんな感じに蓋をして、でこの飼育環境で 4、5 年経ってるんですけど、分かります？すごい健康体なんですよ。もうでっぷりと太っているわけでもなく痩せているわけでもなく、いい感じをね体型を保ちつつ、飼育できています。はい、超可愛いよね。もうこのトゲトゲ感にね惚れて最初迎えたんですけど、いや可愛いよね。うん、ただ最近はね全然流通を見ないんで、もう入ってきていないのかな、どうなんでしょう。はい、それではこの子のね飼育環境を今回は作り直していきましょう。ではここから飼育環境を作っていきたいと思います。で今回使う飼育ケースがこちらのグラステラリウムの30/30のキューブっていうのかな、まあ、横縦高さ全部30センチのもう正方形の爬虫類用のケージを使っていきます。もともと僕がハイナントカゲモドキの飼育環境というか、その飼育ケースとかもろもろ全部頼んでいる間の、まあ、仮のお部屋としてこちらを使用してたんですけども、今ではもう新しい飼育環境にお引っ越ししたんで、こちらが空いてしまったんですよね。なんで今回はこちらを使っていきます。なのでちょっとね、ちょっと今ハイナントカゲモドキのネームシールはこっちに貼られちゃってるんで、ちょっと剥がしましょう。で、すでに床材が入ってしまってるんですけど、この床材が、ヒョウモントカゲモドキ用のデザートソイルを使っております。で、もう床材は入っちゃってるんで、このままにして、で、こちらのケースは観音開きになっているんで、メンテナンスがすごいしやすいし、あと、最初からね、こういう風に、まあ、発泡スチロールの背景、なんだろう、ボードがついてくるんですよね。なんで、最初からある程度の雰囲気を出した飼育ができます。ただ、樹状性のヤモリだと、このね、隙間。本来だとここは、コードとかを通せるようになってるんですけど、僕がね、飼育しているトッキヤモリたち、同じようなグラステラリウムのケージで飼ってるんですけど、ちょっとこの裏にね、隠れてしまう時があったんで、まあ、そこら辺はちょっと気をつけないといけないかもしれません。では、もう床材とか敷けちゃってるんで、この中に入れる流木とかを用意しましょう。今回使う流木がこちらの1本と、これはね、3本セットで購入して、一番ちょっとサイズっていうか、形が面白くないなっていう流木です。はい。ただまあ、これと合わせたら、雰囲気よく変えるんじゃないかなということで、ちょっとこちらも使ってみて、あんまり良さそうじゃなかったら撤去します。で、元から使っている流木ですね。水入れはこちらのウォーターディッシュを使うんですけど、これを四隅に置いて、で、ここに、ちょっと人工プランツを植え付けようかな。こちらの人工プランツを使います。これは100均とかでも売ってるんですけど、100均だとね短いんですよね。短いのに100円ぐらいなんで、コーナーとかそういうホームセンターだと安くて、さらにめちゃくちゃ量があるんですよ。これ5メートルぐらいあるんですけど、まあ、こういう風に自分の好きな長さで使えたりするんで、僕はコーナーとかそういうホームセンターで買うのがおすすめかなと思います。で、一応水洗いしね使います。このように巻きつけることができたら、今度はね結束バンドでこちらを留めて外れないようにします。はい、こんな感じです。ではここのちょっと余分な部分をカットしましょう。はい、 OK で切れたらこう置いて、うん、やっぱこっちもちょっとつけた方がいいかもしれないね。ではこっちも人工プランツこう巻きつけていきましょう。で、同じように
結束バンドを使って、はい、そうするとこのように出来上が、こっちも来てないわ。はい、このように出来上がりました。で、同じようにこの中に入れてあげましょう。では今からこちらのビブロン月光さんを新しい飼育環境に移してあげたいと思います。迫力すごいね。で、この白黒のね、模様も可愛いよね。正面から見るとね、ヤモリって結構可愛い顔が多いんだけど、この子はだいぶいかついですね。なんか今にもやんのかみたいなね、そういう顔をしてらっしゃいます。いや、でもかっこいいですね。なんか絶対人間にはなれねえかんなみたいな、まあ、手に乗ってるんだけどね。うん。いや、とても素晴らしいヤモリだと思います。もうね、尻尾までこのようにトゲトゲなんですよ。なんでこんなにトゲトゲなのかちょっとわからないんですけど。では今から移してあげます。ほい。どうぞ。怖い？ん？よいしょ。どうした？あったかい？あったかい指。よいしょ。おお、はい、早速ね、奥の茂みに入ろうとしてますね。うん、まあ、この飼育環境気に入ってくれたらいいんですけども、まあ多分気に入ってくれるんじゃないかなと思います。ではでは、今回の動画はこれにて終わっていきたいと思います。他にもね、いろんな動画を出しているんですけども、よかったら見ていただけると嬉しいです。で、この子の動画出したの2回、どれぐらいだろう。過去にどんだけこの子の動画を上げたかわからないんだけど、もうほぼほぼ出してないと思うんですけど、ちょっとね、飼い方動画っていうの出してないんで、まあ、今回のこの動画で成長記録パート0ということでやっていきたいと思います。まあ、キリがいいんでね、ちょっと編集方法とかも過去から比べると全然違うんで、まあ、とりあえず新しい編集方法を、で、飼育環境を作るっていう意味で、まあ、これからはどんどんパート0の飼い方動画、で、そこからパート1、2、3っていうのを、いろんな子たちの成長記録を再生リストを作ってあげていきたいと思います。なので、この子のね、成長記録も楽しみにしていただけると嬉しいです。どこかでね、この子の相方のビブロン月光が販売していたら、お迎えしてね、繁殖すればな、できればなって思うんですけども、もう全然見ないですけどね。はい、では最後に質問コーナーをしていきたいと思います。まずは1つ目が、前の81で明らかにマッスーさんが目の前にいたのに興奮とパニックで喋りかけられず、いまだに後悔です。そもそも喋りかけてもいいのかわからないけど、てんてんてんということで、よくイベントとかで見かけた時に喋りかけてもいいのか聞かれるんですけども、これについては全然大丈夫です。ただ爬虫類イベントって人がすごく多かったりする時があるんで、そういった時には写真撮影とかだと他のお客さんの方に迷惑がかかってしまったり、あとは出店されている方の迷惑にもなるかもしれないんで、写真とかお断りするかもしれないんですけども、喋りかけていただける分には全然大丈夫です。次に2つ目が、私も初めて爬虫類市場に行って初めてレオパベビーを迎えしました。質問ですが、ベビーを迎えした後2日後に人工フードを与えたのですが、食べてくれる、落ち着きはまだないのでそっとしておきましたが、ベビーは何日くらい食べなかったらやばいんでしょうか、どなたか教えてください、お願いします、とのことなんですけど、僕自身ヒョウモントカゲモドキのベビーは今2匹経験としては3匹か経験としてはあるんですけども、僕の考えでは何日間与えなかったらやばいっていう考えというよりは、尻尾の状態とかその子の体つきとかを見ながら与える頻度とかを調整するようにしております。なので初めて迎えたってなると、やっぱりその点すごく難しかったり不安になったりとはすると思うんですけども、ある程度尻尾が太かったら、まあ、そこまで神経質にならなくてもいいんじゃないかなと思います。明らかもうめちゃくちゃガリガリになってきたりすると危ないんで、それでも全く食べる気配とかなければ、もしかしたら飼育環境が合ってなかったり、病気を持っていたり、寄生虫を持っていたりする可能性っていろいろ考えられると思うんで、まあ、飼育環境を改善してもそういうのが治らないのであれば、病院に連れて行ってあげるのが最善なのかなと思います。次に3つ目が、声好きありがとう。で、4つ目が、爬虫類イベントで気になった生態がいた時に、なんて店員の人に声かければいいのかわからないということなんですけども、僕の場合は気になった個体がいたら、この子はどういう飼育方法ですかとか、あと餌とか何与えてるんですかという始まりをして、で、そこからちょっと気になっている点とかいろいろ聞いていくって感じですね。なので喋りかけるのはね、ちょっと勇気がいるかもしれないんですけども、ほとんどの場合親切に説明してくれる場合が多いと思うんで、頑張ってみてください。では最後に、トーレプもマッスーさん来ますかとのことなんですけども、トーレプが確か
静岡のやつでしたっけ。基本的に僕は関西圏の爬虫類イベントは行ってるんですけども、それ以外のイベントってなると、何かすごい重要なイベントとかちょっと行かないといけない用事がない限りはちょっと行かないんで、まあ関西以外は基本的に行かないっていう風に考えていただければなと思います。はい、ということで今回は僕が飼育するビブロン月光の飼い方動画だったんですけども、もしビブロン月光を販売しているお店っていうのを見かけた方がいましたら、ちょっとねコメントとかツイッターで教えていただけると助かります。この子のね相方めっちゃ探してるんで、ぜひよろしくお願いします。ではでは、本日はこんな感じで終わっていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。